12月2日から3日にかけて、第25回 W リーグの第7節が各地で行われた。富士通レッドウェーブは姫路イーグレッツと対戦。第1戦ではジョシュアン・フォンのボンテミトペが24得点16リバウンド、林咲が22得点、宮沢優希が17得点、町田瑠唯が7得点16アシストと活躍し、114-78で快勝する。さらに、第2戦でもテミトペが30得点15リバウンドと躍動し、富士通が 95-55 で連勝した。エネオスサンフラワーズは新潟アルビレックス BB ラビッツと対戦した。第1戦では星杏里がゲームハイの15得点を挙げ、86-49で快勝。続く第2戦では、中田珠美が15得点とチームを牽引し、エネオスが 81-49 で連勝を収めた。デンソーアイリスはアイシーウィングスと対戦。第1戦ではアコーひまわりが18得点11リバウンド、マウリエブリンも18得点をマークし、72-48で先勝する。第2戦では高田真希が15得点8リバウンドと存在感を発揮し、デンソーが 64-51 で連勝を飾った。トヨタ紡織サンシャインラビッツは山梨クイーンビーズと対戦。第1戦では北村優希が15得点、東藤七菜子が14得点を記録し、71-59 で勝利する。さらに、第2戦でも東堂が24得点と活躍すると、トヨタ紡織が 89-65 で連勝した。シャンソン化粧品シャンソン V マジックはプレステージインターナショナルアランマーレと対戦。第1戦では橋口樹が18得点と存在感を示し、89-43 で大勝する。続く第2戦では白崎南がゲームハイの14得点を挙げ、シャンソンが 66-40 で連勝を収めた。三菱電機コアラーズと東京羽田ビッキーズの第1戦。渡辺彩が16得点とチームを牽引すると、三菱電機が 62-57 で勝利する。しかし、第2戦では栗林美和が21得点9リバウンドと活躍し、東京羽田が 64-56 でリベンジを果たした。トヨタ自動車アンテロープスは日立ハイテククーガーズと対戦した。第1戦では山本舞が21得点を挙げ、84-75で先勝。さらに、第2戦でも山本が20得点をマークすると、梅沢カディシャジュナが18得点9リバウンド、白曽花ファトージャが17得点7リバウンド、平下愛香が15得点、安間しおりが11得点7リバウンド6アシストとそれぞれ活躍し、トヨタ自動車が 102-63 で14連勝を飾った。第7節の対戦結果は以下の通り。第7節、試合結果。左側がホームチーム、ニュートラルゲーム、中立地開催、は、N、と記載。富士通レッドウェーブ、VS 姫路イーグレッツ。第1戦114-78。第2戦95-55。新潟アルビレックス BB ラビッツ VS エネオスサンフラワーズ。第1戦49-86、第2戦49-81、アイシンウィングス VS デンソーアイリス、N、第1戦48-72、第2戦51-64、山梨クイーンビーズ VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ、第1戦59-71、第2戦65-89、プレステージインターナショナルアランマーレ VS シャンソン化粧品シャンソン V マジック。第1戦43-89。第2戦40-66。三菱電機コアラーズ VS 東京羽田ビッキーズ。第1戦62-57。第2戦56-64。トヨタ自動車アンテロープス VS 日立ハイテククーガーズ N。第1戦84-75。第2戦102-63。